Hey guys, welcome back to my channel. This is Yo-Yo. Today, I'd like to share with you how I changed my mindset and perspective. It was just like a thunderbolt hitting me. By watching this video, I hope you also change your mindset and start moving towards success. こんにちは、Yo-Yo です。今日はなぜ突然私の考え方がガラリと変わったのかをお話ししていきたいと思います。まるで雷に打たれたかのような衝撃を受けました。この動画を見て皆さんにもぜひ成功に向かって歩み始めてほしいなと思っています。さてきっかけですが、息子の歴史の勉強のためいい動画がないかなと探していたところ、オリエンタルラジオの中田さんの動画がとても面白く勉強になったので、歴史以外の動画もいろいろと見ていきました。いろんな本の紹介もされています。その中にロバート清崎さんの金持ち父さん貧乏父さんという本を分かりやすく説明している動画がありました。私もこの本を昔読んだことがあったんですが、当時の私が思ったことは、これって初めにお金がないとダメじゃんというものでした。そこから時が経ち、インターネットは飛躍的に進歩しました。中田さんの動画を見て、今の時代ならお金がなくても始められるのかもしれないなと漠然と思ったのが始まりです。金持ち父さんによると、起業しない限り絶対に庶民から抜け出すことができないということでした。え、起業怖いと思ったのですが、私はもともとフリーランスの翻訳をしていたので、すでに個人事業主という立場で庶民を抜け出す道の途中にいることが分かりました。え、そうなの？じゃあこの道まっずっとまっすぐ行けばいいのと、ちょっと得した気分にもなりました。はい、単純です。不可能に思えたものが可能なのかもと思えるようになりました。そこから私の YouTube 巡りが始まりました。見つけたのが女性起業家の相葉美宇さんという方です。20代で自力で庶民を脱出した方で、この方の動画もたくさん見ましたが、一番衝撃的だったのは何だったと思いますか？ご夫婦でエールフランスのビジネスクラスに乗ってフランスに行く動画でした。経済的に自由と聞いてもいまいちピンとこなかったんですが、このビジネスクラスの動画はまさにその具体例で、経済的の自由ってこういうこと？と意味がよーく分かりました。20代の若い相葉さんができるのに、なぜ私にはできないんだろうという疑問が浮かび上がりました。相葉さん自身も、動き出せば誰でもできる、なぜ動かないの？というようなメッセージを発信されています。そして次に見つけたのが、海外在住で大成功を収められている30歳ぐらいの学さんという方です。今や大金持ちなのに、どこか庶民的感覚を失わずに過ごされているのがすごいなぁと思います。この方はプログラミングなどの知識が豊富で、最先端の知識を武器に庶民を脱出したようです。そしてこの方も、動いてくださいと言っています。ここへ来て、え、2人目もしかして動いたら本当にできるんじゃないの？と思い始めました。出たー、単純2回目。そして次に見つけたのが、優しげな学さんとは正反対な感じの毒舌な竹花隆樹さんという27歳の経営者の方です。この方の言葉はぐさぐさと胸に刺さります。でも毒舌なんですけど、ご本人の真面目さがあふれ出ています。竹花財団というのも運営されていて、フィリピンの貧困地域に学校を建て、ただ単に魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えるという教育方針で臨まれています。ご本人の出身地である東村山市にも1億1円を寄付されています。1円というのがヒカキンの1億円寄付を上回るのが狙いなんじゃないのみたいな面白い動画も上がっていましたので、ぜひお時間ありましたら見てみてください。ユーモアもあってすごく面白いです。竹花さんは、勉強しないやつはバカだとか、貧乏から抜け出せないのはお前のせいだとおっしゃっていますが、本当その通りだと思いました。そしてさらに極めつけは、こんなにどうすればいいか秘訣を教えてやってんのに 99% の人が動かないで、実際に動くのはほんの 1% ともおっしゃっていました。ん？成功されている3名が口を揃えて言っていることは、今すぐ動けということのようです。
以上、3名の方々の動画を見たことにより、ヨーヨーとうとう覚醒しました。もはやゴロゴロしていたヨーヨー2019とはお別れの時が来ました。さよなら。今ではワクワク感ですごく幸せです。まだ何も達成していないんですけどね。YouTube の時代になったからこそ、これらの方々の思っていること、感じていることを直に聞くことができるようになりました。すごい時代です。まずは自分に何ができるのか、何をしたら他の人に喜んでもらえるものを提供できるのか、そこから考え始めなければいけません。まだ私自身もわからないのですが、とりあえず動くことと思い、この YouTube を始めることにしました。皆さんもぜひ今日から真剣に考えてみてください。そしてお時間がありましたら、このお三方の動画を見てみてください。さて、アメブロの方で第1回目のこっぱずかしい動画の宣伝をしてみたところ、多くの方々が見に来てくださいました。その上、この超しょぼしょぼチャンネルに12名もの方々がチャンネル登録をしてくださいました。ありがとうございます。チャンネル登録者数が10万人になると、 YouTube から銀の盾なるものがもらえるそうなんです。そこで私、ヨーヨーは新たな目標を立てました。登録者数10万人目指しちゃおう、イエーイ。もう12名も登録してくださっているので、あとたったの99,988 名で10万人を達成することができます。そう、ゴールは目前です。皆さん、目標達成までもうあとちょっとなんでね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。全然あとちょっとじゃないよ。このしょぼい出来栄えでよくも10万人とかほざいてんな思いますよね。私もそう思います。でもどうせなら夢は大きく、果てしなく、目指せ1000人とか目指せ1万人ではなく、いきなりの目指せ10万人です。はい、間違いなく完全にイカれちゃってます。 I know exactly how you feel。 でも、もしこれで本当に達成する日が来たらすごくないですか。今はまるで宝くじで3億円当ててやるぞっていうくらい可能性が低く思えるんですが、こんなに無謀に思えることでも継続すれば、もしかしたらその日が来るかもしれません。来ないかもしれませんけどね。でも万が一達成する日が来るとしたら、それは皆さんにも何かしらの勇気を与えることができるのではないかなと思います。こんな無謀なことにチャレンジしてみるのもワクワクして楽しい気持ちになります。失うものは何もありません。何かを始めることでワクワクして楽しい気持ちが得られるのなら、何事もやってみるべきです。アメブロの方で早見優さんの声にちょっと似てるというご意見をお二方からいただきました。早見優さんといえばバイリンガルの先駆者的存在ではないですか。優しい、嬉しいお言葉ありがとうございます。個人的には自分の動画を見て、え、わちゃんって思ったんですけどね。どの部分かというと、私にはこんなの到底無理というところと、何言ってんの、年収200万以下なんてありえないしというところです。どうですか、フワちゃんに似てませんか。似てないよ。他にも貴重なご意見をいただきました。英語オンリーでやるべきではとか、ぬいぐるみを登場させたらとか、英検ネタ、子供たちの手品ネタなどです。皆さんはどんな分野に興味がありますか。もうこのしょぼしょぼチャンネル、あ、違った、ヨヨ英語チャンネルは皆様のもの、お力添えなくしては10万人なんて到底達成できませんので、ぜひご意見、リクエストなどお待ちしております。みんなで不可能を可能にしていきましょうと、勝手に皆さんを巻き込んで、何が何でも銀の盾もらうぞという戦法に出ることにしました。それでは最後に英語と韓国語のお時間です。英語 Of a lifetime、 最高の、空前絶後の、未曾有の発音 of a lifetime で、 a chance of a lifetime、 一生に一度のチャンス。韓国語覚醒、覚醒、発音覚醒。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回ご紹介したお三方の情報は概要欄に載せてありますので、ご参考にしてみてください。 Hope you have a beautiful day and I will see you in my next video. Bye.